はい、こんにちは。パステルガーダンスのゲータです。今回は回答動画ということで、視聴者の方から寄せられた質問に答えていきます。前にオイルパステルを使って細かいところの描き方を説明した動画を作りましたが、今回はその続編ということで、前回とは違った方法をいくつかお伝えしていきます。ちょっとブラウザ的な方法もあります。あと後半にイラストみたいな感じで簡単に真似できる描き方も紹介しますので、お楽しみに。あと今回はこのムンギョのギャラリーソフトオイルパステルを使います。まあ、つい最近柴崎先生の動画でも紹介されていた韓国製のオイルパステルです。まあ、僕の動画では今まで何回か使ってますけど、まあ、今回もこれを使って描いていきます。それではよろしくお願いします。最初に細かい点の打ち方を解説します。紙に小さい円を等間隔で描いてあります。これにオイルパステルで点を打っていきます。使うのはこれです。ムンギョはやや太めのオイルパステルです。点は角を使って打つんですが、オイルパステルは太いですし、描いているうちに角も丸くなります。細かいところはやはり難しいですが、とりあえずやってみましょう。持ち方は親指、人差し指、中指の3本で軽く持っています。点の打ち方としては正直僕はほぼ感覚で打っています。こんな感じです。まあまあうまく描けたんじゃないでしょうか。最初の1点目がやはり難しいですね。途中から感覚がつかめてきます。なのでコツとしては、最初にいらない紙で点を少し打ってから本番の紙に書くのがおすすめです。こんな感じですね。ある程度自分の感覚と実際の点が一致してから書くといいと思います。ただ感覚の部分が大きいので練習が必要な人もいると思います。あとやはり細いパステルの方が書きやすいです。次は色鉛筆を使った描き方を紹介します。どういう描き方かというと、色鉛筆の先でパステルを削り取って、それをそのまま画面上に載せていく描き方です。色鉛筆を紙を使って尖らせます。鉛筆削りよりもこの方がいいです。このやり方は色鉛筆でしかできないわけではないですが、僕はいつも色鉛筆を使っています。すごく小さいパレットナイフでも代用できます。こんな感じに削ります。こうすることでパステルを削り取りやすくなります。ちょっと分かりにくいのでイラストを描きました。実際にやってみます。硬いパステルだとやりにくいです。こんな感じでパステルを削り取ります。削り取りにくいときはパステルを温めてもいいです。これを紙にのせる感じです。この方法を使えば重ね塗りするときに色がのりにくくても使えます。僕はよく明るい色を最後にのせるときに使います。色をのせるときがちょっと難しいです。こんな感じです。次は綿棒を使った描き方です。使うのは100円ショップの綿棒です。2、8本入りのものです。柔らかいのより固めのものをおすすめします。パステルを直接綿棒に塗ります。つけたらこれで描きます。これなら細かいところも簡単です。
綿棒でぼかして柔らかい感じにもできます。なので僕は人物画の細かいところによく使います。こんな感じになります。これは比較的簡単な描き方です。最後は色鉛筆を使ってイラスト的な絵を簡単に描ける方法を紹介します。描くのはバラの花束の絵です。はじめにごく簡単に色鉛筆で下書きをしてあります。輪郭が分かれば十分というくらいです。ここから色を塗っていきます。ピンク系の色を大雑把に簡単に塗っていきます。紙は普通の凹凸のない画用紙です。綿棒を使ってパステルをぼかします。下書きの線からはみ出して全然 OK です。きっちり描くよりも大雑把な方が味があります。先ほど紹介した方法で少し濃い赤を入れます。緑を使って茎や葉を描いていきます。やはり大雑把な感じで描きましょう。先ほどよりも少し濃い緑です。影の部分に濃い緑を入れます。綿棒でぼかしていきます。輪郭を柔らかい感じにします。ここからは花瓶を描いていきます。茶色やオレンジ系を塗ります。光が当たって明るい部分には塗りません。綿棒を使って細かいところを描きます。影もうっすら加えました。ここから色鉛筆を使います。濃い赤の色鉛筆をできるだけ尖らせて使います。下書きの線に合わせて描いていきます。今度は濃い緑を使います。やはりできるだけ尖らせたものを使います。
黒に近い緑を使います。濃い茶色を使って花瓶を描きます。やはり下書きの線に合わせて描きます。簡単に黄色を加えます。ちょっと加えるだけでも華やかな印象になります。一番明るい部分に白を軽く入れます。最後にピンクを入れてみました。最後に綿棒で仕上げます。完成しました。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画をお楽しみに。